妖精が魔術を使うというのはおかしな話ですが、これは私の妖精としての特性を隠すためのものでもあります。いろいろと秘密の多い魔女なんですよ私。どんな魔術を使うのかですか？そうですね、私にとって魔術とは物語、一冊の本の内容を凝縮して現象として再現するでしょうか。雨の国では魔術の先生がいなかったので自己流です。